せーの、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会ファミズアップ分室。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、上原あゆみ役の大西あぐりです。よろしくお願いします。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、宮下愛役の村上夏実です。よろしくお願いします。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、天王寺里奈役の田中純美です。よろしくお願いします。はい、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の大阪雫役、前田香織です。よろしくお願いします。はい、というわけで早速ですがこのコーナーに行きましょう。その名もファミバン。イエーイ。私たちがこんなことをしているのかというわけなんですが、それは前回までの動画をぜひ見てください。お願いしますという感じで、今回は前回練習した PUBG モバイルをみんなでチャレンジしていきたいと思います。はい、はい、そして、うん、今回も引き続きファミ通アップからデッカさんにスーパーバイザーとしてご参加いただきたいと思います。よろしくお願いします。前回の練習は、うん、どうやった？でもなかなか良かった。良かったから、うん、まあ、とりあえず同じ場所に降りてみんなで協力しようっていうことを学んだから、なっちゃんが上手だったから、うん、なっちゃんの先頭についていけばそうそうそう今回も4人でチームを組むスクワットというモードでプレイしていきたいと思います。はい、キル数が多かった人から順番に5点、3点、1点が加算されていきます。ただし仲間がダウンした時に復活させた人にはキル数にプラス1ポイントが加点いたします。はい、逆に一番キル数が少なかった人には今回も罰ゲームを参加いただきたいということですよ。嫌だね、罰ゲーム。だから頑張るね。頑張ろう。チームなのに。チームなのにね。はい、それでは担当メンバーから皆さん意気込みを発表していきましょう。はい、うん、それではまずアグポンから。はい、一人では自信がありませんが、今回は4人なのでみんなで力を合わせて頑張ります。どんかつ食べるためにどーんと勝つぞ。頑張ります。リロードとクリアリングは意識して何が何でも最後まで生き残れるように頑張る。みんなとトンカツを食べるためにいいエイム目指して頑張ります。それでは PUBG モバイルチャレンジを始めたいと思います。チャレンジスタート。黄色がさ、始まったよ。どうしようか。でも99人、ここあ、そこすごいいいと思います。建物もあるんで降りやすいと思うんで、うん、じゃあこのガとかにしよう。でもそろそろジャンプ。そうですね、そろそろ。じゃあせーの、えいえい。お、合ってるの？折れましたね。で、十字キーを下に、上にですね、上にやると、あ、すごい、ちょっと早く降りる。ほんとですね。わー、ほんとだ。おー、降りる。すごい早いですね。あ、車がある。私でも運転が得意じゃない、うん、私がする。私も免許持ってない。私なっちゃんのそばから離れないから、後ろついてくから。なっちゃん全員ついていこう。なっちゃん、なっちゃん、だから後ろにいっぱい。違う、とりあえず違う意味に入って10だけ確認して。なっちゃん、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 なっちゃん。あ、その車廃車ですね。壊れてる車が。乗れないんですか？せっかく見つけたのに。撃たれたよ、今。まずいな。撃たれた。じゃあそっち行かないか。待って、来てるんだけど銃ない。私銃声が鳴ったら、まず見ると銃声の方向が分かるんで。気絶させた。行け、ロー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 。行け行け。どこどこ行け、ローローロー。え、普通に。あ、ボーン、よし、来た。来ました。やるー。やったー。ちょっと待って、撃たれた。あ、待って待って、生きてきてる。やばいやばい。待って、どこだ。やばいやばい、しゅしゅしゅ。ちょっと待って、やってる。カモじゃない、カモじゃない。どこどこ。あ、やりました。どこだ。いいね、みんな。いいね、いいね、いいよ。これ、うん、あれですよね、気絶させた人の気絶させキル数になる。そうですね、気絶させた人のキル数。私が撃ったけど、だから横取りみたいになっちゃうからさ。あ、そっか。じゃあ私でもまあ仲間だからね。そう、とりあえずは倒していかないと、うんうん、まず生き残らないとさ。え、どこ行こう。じゃあ車探してみる。そうですね、車まだ
乗ってないんで車探してみるのも。車探しの旅だね。結構車はこの道路線上にポツンって置いてることが多いんで。オッケーです。誰かいるの？ねえ、あれさ、いる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 。あ、どやだ、いる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 。ほらほら。おお、ナイスナイス。もう一人いるの？違うか。いや、なんか。あれ聞こえ。これ4人チームのスクワットなんで1人いるってことはあと3人いる可能性も。そうですよね。あ、撃たれた。何？あれ違う？後ろから撃たれた。後ろから。あれだ、あいつだ。うん。あ、なちゃん、ありがとう。ここ気絶してるだけだよ。光るよ。どこ？あのね、あそこ白いやつ。おお、すごい。これがでもね、あと2人いる。あ、いた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 、見ました。おー、すごい。必勝ショット。必勝きた。必勝って言うんだ。きた、必勝。あ、気持ちいい。え、待って、撃たれるの。今何人殺した？私1人しかやらない。あ、もう1人います。あ、待って、待って、撃たれてる、撃たれてる。撃てたら、まずいわ。いや、撃ってる場合じゃない。死ぬ、死ぬ。どこ、どこから撃ってる？あ、いた、いた。ナイス。今ちょっと安全地帯が変わったの。マップ。あ、人います。いた、いた、気がします。今どこな、敵どこかな。ちょっとエイムが定まらない。おお、やばい、やばい。よし、ありがとう。よし、みんなフルボッコだね。え、なんか、あ、34人だよ。あ、すごいいい感じですね。すごいですね。え、待って、このまま4人で優勝とかもありえるんじゃん。いや、ありえるかも。じゃあ4人で生き残ったら4人で倒し合うの？うん、仲間だからね、倒し合わなかったはず。あ、待って、範囲が狭まったぞ。お、範囲が。ほんとだ。あ、危ない、ギリ入ってる。ギリギリギリ。結構真ん中に行っちゃった方がいいですね。こっちの方向、こっちだ。で、うわー、集まってくるよ。集まってくるよ。怖いね。怖いね。え、誰かが気絶したら助けられるの？助けられますね。そうか、それでもポイント入るもんね。結構優先的に助けた方がいいですね。やっぱ4人っていうのが有利なんで、1人でも減っちゃうと。そうだよね、1人は周りの敵を牽制しながら助け行ったりとか。お、え、何だ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、助けて。なんか押しちゃった、間違えて。あと14人だよ。え、すごい。え、ね、すごいじゃん。すごい。待って、勝とうね。勝とう。残り10人してきた。残り10人だよ、あと。え、だってあと6人倒せばいいってことでしょ。え、違う、あと10人か。これ車だ、車発見。あ、これ？あった。え、乗ろうよ。あ、見て、乗れる？これ2人乗りです。嘘じゃん。ここで、ここで走って追かけるしかないじゃん。なんなん。ちょ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 、じゃあもう捨てます。え、ねえねえ、丸がすごいちっちゃいよ、もう。え、待って、入ってない？白い丸、入ってる、入ってる。待って、田中？え、田中離れてる？え、いるいる、田中近くに。待って、銃声してるよ。あ、いた、また。どこ、どうした？あ、撃たれてる、私。どこ、どこから？どこ、なんか後ろ、後ろ、でも、みんなの後ろがどこ？あ、撃たれてる、私。大丈夫？とりあえず、助けて。ちょっと下側か、何か。うん。あ、撃たれてる、私。いた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 。あ、え、あ、やばい。あ、助けて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 。え、これ、回復した方がいいですね。復活中、復活中。あ、やばい、やばい、やばい。あ、そうですね。10秒かかるから、みんな、私がアグボンを復活させている間に、みんなそいつを倒してくれ。あ、そう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 。それそれそれ。死んだ。残る残る。やばい、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 やばい
か満月ごめん、いや、ごめんな、いや、助けてくれてありがとう、何回も引き上がった、悔しい、な泣きそうじゃん、ありがとう、ありがとう、いや、ごめんね、これだけ大丈夫、でも、悔しいけど、悔しい、結構いいところで行っちゃったよね、だよね、すごい、これみんなでやると楽しいね、はい、ということで、はい、エッカさん、どうでした？やりたいたち、いや、なんか2回目ですよね、2回目でここまでお互いカバーし合えてて、もうキルもいっぱい取れてて、いや、すごいなと思いました、やったー、やったー、すごい惜しかったですよね、惜しかったよね、そこちょっと焦ったね、焦ったよね、やっぱ敵が見えないと怖いよね、怖い、どこどこどこってなっちゃうから、最後カバーできてたら、もしかしたら回復もうまくいってて、キルできたかもしれない。惜しかった、すごい惜しかったですね。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは結果発表。イエイイエイイエイ。なっちゃんからいきたいと思いますよ。おお、なっちゃん、なんとなんと9キル。イエイ。すごい、素晴らしい、やったぜ、すがなっちゃうんだね、でも続いてアゴポン、はい、4、お、大西にしてはやっね、うん、でもすごい、なっちゃんと比べたら本当に、ね、うん、やっぱなっちゃんすごいってなるけど、4も、うんうんうん、そうだよ、だいぶ上達した、うん、そうよ、続いてかおり、はい、5、お、5でした、復活をしたかった、そうだね、復活をしてあげたかった、復活してあげたら、そう、そうです、復活のタイミングがすっごい難しかったです、うんうん、でここで私が発表したらどうなるか、どうなるかね、私、田中ちえみは5、おお、そして復活もさせたからお、ということは6、まあ、っていいのかな、そのポイントみたいな感じかな、うんうん、で、はい、順位的にはなっちゃん、田中、かおりん、そしてあの子うわー、田中に超えるね、はい、ではアグポンがチャレンジしていただく罰ゲームは、そう、大作しずくちゃんがね、演劇部ということで、うん、一人 PUBG を演じるです。これはどういうことしずくちゃんやりなよ、もういや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 、なんで私に振るの罰ゲームだから、罰ゲームだからね、頑張れ、分かった、心の準備はね、頑張れ、深呼吸して大丈夫はい、大丈夫、いいですか、はい、それでは罰ゲームお願いします。でで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 、パーン、撃たれちゃった、でえ、違う、え、カオリン、バーン、うわー、田中、バーン、私今優しくなかった、あゆかちゃんだはい、アグポンの黒歴史が誕生したね、めでたく、いやでも可愛かったよ、可愛かった、多分みんな見抜かれてる、なんだろう、そのバーンのところは、うん、アグポンのファンの人はご褒美だ、うん、うん、みんな今喜んでる大丈夫だよ、はい、エホロありがとうございましたはいはい、それでは前回のウコトダンと今回の PUBG モバイルで獲得したみんなの合計ポイントをちょっと見てみましょうね、合計、どうなんだろう、私1位8ポイントのなっちゃん、イエーイ、やっぱ強い、やはり強いな続いて2位アグッポ、イエーイ、はい、3位、うん、3ポイント、私、おお、ドベじゃないよ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 、誰だろう、名前だろうね、誰だろう、4ポイントじゃない、4位は、うん、2ポイント、2ポイント、かわりー、2ですよ、2ですよ、
いやでもさ、まだまだまだ一個さあるから、死ぬ気で頑張ります。死ぬ気が死ぬ気で頑張らないと一本一本しかないから頑張ろう、ね、頑張ろうスクフェス組の看板を背負ってね、頑張ります。はいはい、というわけで最後に一人ずつ感想をお願いします。じゃあまずアゴポンから。はい、アゴポンです。これでも4人最初のチームでやっていて、結構いいところまで行ったじゃない。ほんとね、それがね、でもそれも悔しかったし、何一人 PUBG すごいね。さっきペンを持つ手がね震えてた。結構体にダメージが来てるってことがね。さっき激鎮してたよね。言われたと思う。結構心に来ていますが、まあ4人でやるとね、やっぱり楽しかったなって、1人でやるより楽しいなって思いました。じゃあ続いてはなっちゃん。はーい。お願いします。いやね、9キルできたんですけど、すごいよね。いや、みんなをね、守ってあげたかった。最後。そうだよ。優勝したかった。だからもう、いや、ごめんって思って。最後、あっこね、難しかったね。これでね、みんなあと5人できて、守れてたら超かっこよかったのにって思って。ああ、そこだけ悔しいから、もっと頑張る。頑張ります。頑張ろう。頑張る。はい、じゃあ続いてかおりお願いします。はい、今日はあのファミツーアップさんのね、チームに参加させてもらっての、でしかも、まあ、PUBG をやるのも初めてだし、私こうやってこうなんだろう、撮影でゲームをやる、ゲーム実況するってのは実は初めてなんですよ。これがマジで、マジで初で、まさか初めてでこんないいとこまでいけると思わなかったから、ナイスチームワーク、チームワークだった、やったよ。いやでもね、本当に悔しかったです。これ、その今日やる前に1回だけ1人でやったことがあるんですけど、1人だと正直難しくて、どうする、まずなんか武器を拾うということも知らず、裸でただうろうろしたりとか、下着だもんね、裸じゃないね。そうだったんですけど、あ、4人でやるとこんなに盛り上がるし、なんかその場に一緒にいなくても、なんか PUBG ってマイクが入ってるらしく、それでなんか通話しながらできるらしいので、そうだから、みんなお家にいても、なんか遠い場所からでもね、通話しながらできるから、また今日ね、やってみて、やってみてすごいいい感じだったから、ちょっとリベンジしたいなと思って、この4人で。じゃあクランクも、クランね、あ、わかるよ、チームチームか、クランをね、組んでちょっと極めて最後まで残りたい。頑張り、まあ杉子さん頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。はい、というわけでですね、次回のファミワンは、インフェクション、インフェクション、インフェクションをプレイしたいと思いますので、皆さん、ぜひ楽しみにしていてくださいね。では、せーの、バイバーイ。お風呂入って、汗かいて、あーって水で流してまた入って、約束した時は行きたいけどさ、その当日になると、でもよくよく考えるとやばいよ、やばいよ、やばいよ。今日はお休みだから、リナリー誘って109行っちゃうとしますか。にっこりん。え、リナリーが2人？気をつけて、アイちゃん。片方はアイちゃんとデートしたくて来た結城せつなちゃんよ。いや、普通に来ればいいのに。あの、私が本物の。一体どっちだっていうの？果たしてスクールアイドルたちは結城せつなを見破れるのか。